それではそろそろですね、皆さんにオリジナルの曲の方に行っていただきたいと思うんですけれども、はい、伊藤さん、1曲はオリジナルで、はい、1曲は違うね。そうですね。はい。オリジナルは、俺あかんねん、ですよね。そうですね。はい。そしてもう1曲は、モアです。モア。はい。それでは2曲続けてお聴きください。西日の入る窓を見上げれば今でも昨日のことのように押し汚れてた狭い部屋だけど世界で一番幸せだった好き勝手ばかり繰り返し見て見ぬふりして笑っていたね二つ並んだカップの指さえ気づかずにいたあの頃夜中にふっと目が覚めた時に窓辺に佇むお前を見た少し震える痩せた背中できっと涙こらえ違う空見てた一度も愚痴さえ言わずいつも子供のまんまの人やねと笑うお前の優しさまでも傷つけていた遠い日もう戻れへん若さも時もけど忘れへんあのぬくい手のひら今ならお前素直に言える俺あかんのほんまにあかんの俺、お前やないとあかんねん。あんたな、ええ年していつまでロマンティックなこと考えてんねや。うちらの時間は帰ってけへんねやで。うちのことはもうほっといてんか。もしもお前が今でも一人あの空眺めているのなら木漏れ日の中穏やかな時を過ごしてみないか二人でうちは家でもう戻れへん若さも時もけど忘れてあのぬくい手のひら今ならお前何度も言える俺あかんねんほんまにあかんねんほんまや俺お前やないとあかんねんうち嫌やで俺あかんねんほんまにあかんねんそんな言われても俺、お前やないとほんまにあかんねん。This is a love.
I'll give to you alone. Calls on the simple words I try to say. I only need to love you more each day, more than you ever know. My arms long to hold you so. My life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always is a long, long time. But Fabio, forever you be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure no one else could love you more. I know I never lived before, and my heart is very sure. ね、いい感じ。今日の衣装ともまたすごく合ってます、うんうん、そうですか、うん、おしゃれですよね。ねえ、いつも思います。それではですね、シュガーもオリジナルの曲の方を歌わせていただきたいと思います。はい、悪女になってパート2です。お聴きください。地図に愛して夢の中、変わらぬ優しさ信じて、素直なあなたが好きだから、どの身の可愛い女がいたの。むごい仕打ちで私を捨てた、許さない。悪女、悪女、悪女、地獄の底まで落としてあげる。恨んで憎んで苦しめた、ちょっぴり哀れに思えて、虚しい想いに胸が痛む。可愛い女に戻れるかしら。過去の暮らしにさよならするわ。さあ Somebody love。 悪女、悪女、悪女、今度は笑ってあなたを捨てる。これね、お客様によく言われるんですけど、うん、あの歌詞を、うん、聞けば聞くほど怖いなとそうね、そう、メロディー自体はそんなにこう、うん、重たい感じはしないんですけど、うん、もうだってね、うん、
あの氷の花で、そう、うん、詳しく聞きたい、お聞きになりたい方はですね、うん、ぜひあの CD の方から求めいただくとか、うん、して聞いていただきたいと思います。シュガーの悪女になってパート2でございました。ありがとうございました。そしてですね、続きましては佐久間美香さん、はい、オリジナルの曲を2曲お願いいたします。はい、炎の器と書いて火の器、そしてカップリングの海を鳴かんとき、2曲続けてお聴きください。お願いします。呼んでください、私の名前を、胸の島で染み込むように、ああ恋無情、
ました。火の器って、はい、うん、シュガーさんの悪女じゃないですけど、はい、メラメラと燃える女の情念の情念の、はい、皆さんお持ちでしょ女の人って怖いねでも女の人は怖いですよ。ここの真の真に情念を持っておりますので、ね、うんうん、はい、殿方はね、気をつけて、気をつけていただきたいと思います。僕と伊藤さんちょっと今日はちょっとあの男性チーム少ないのであの押されてます、ね、女性は怖いよ、気をつけてくださいね男性のお隣にいらっしゃいます林田麻衣子さんにもオリジナルの曲を2曲お願いしたいと思います。はい、まず1曲目はアルバムの中から選んでみました。大阪の活性化ソングで何話の街に花が咲く。そして2曲目は戦国時代の武将で筒井純慶という人物を歌わせていただいております。春英筒井純慶。それでは2曲聴いてください。涙の酒も飲み干しゃあしたの笑顔に変わる。そんな街が大大大大大好きやから、つてん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 悲しい時も涙隠して明るく笑う。そんな街が大大大大大好きやから、なんなんなんにわの、なんなんなんにわの、なにわの空に心も晴れて、私の好きな町家も。
は桜木人は武士戦国の世に名を馳せて初陣飾る総大将は花の赤武者人は白つわものどもの夢のあと流れる星の輝きの星波乱万丈夢幻か山どこ山津津花と酒ないですね。なんかでも聞いたことのある節っていうか、なんかちょっとこうリズムのある、うん、ちょっと、はい、しっかりとしたリズムなんですけれども、うん、はい、あの力のいる、歌でございます、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続きましては生駒奈穂子さんでございます。はい、奈穂子ちゃんになるとしてますよ。なぜなんで、なんとなく奈穂子になるとね、そういうのがあるんです。そうですか、ありがとうございます。生駒奈穂子最新曲で、はい、浪花の女房、そして2曲目花の奈穂子の夢舞台をお送りいたします。よろしくお願いいたします。軽い弾みで一緒になった、これが苦労の始まりでした。つらい浮世の登り山の恵み素晴らしい、これじゃダメやと天神様に思いすがって願いかけました。両手合わせた甲斐ありまして、こんな小さな膝からだけど千両も味
あんたの解消には苦労させられたわ。せやけどうちはあんたやないとあかんのや。安城頼ませ。店を閉まって明かりを消して夢を継ぎ足す光の朝焼き、照れるあんたにまた来れなおす、目を閉じんさい愛きん、あがすも仲よく何をその追っかけシリーズ、何話のシリーズね、かな、押しかけ女房とかそれいいかも、それいいかも、追っかけと押しかけと、はい、もう決まってるの、いや決まらないですよ、明日は若いですからね、はい、どうもありがとうございました。それでは歌が恋人の香織さん、お願いの方よろしくお願いいたします。ほっといてんかあんなアホという、曲のですねカップリング曲、幸せ招き猫、そしてですね今頑張っている曲です、イエスタデイに包まれて2曲続けて聴いてください。お願いします。
情けの売り物添えて同じにさんお酌して一人ここまで頑張ったねと熊手のおかめに褒められた接客万来引き受けますと恋恋幸せ幸せ招き猫今夜もお客の夢咲かす日におかんはぬるめ情け酒人を愛してまた愛されて女の連れて来い。ゆらゆら揺れてる赤ちょうちん。恋恋幸せ幸せ招き猫。過去の日を投げ捨てて
逃げて行きたい。もう一度時を巻き戻し、あなたにあなたに会いたい。 Yesterday さよならが、 Yesterday あの日のままで、裏窓の夕日に夕日カラオケ好きな方がですね、うんうんはい、皆さん歌いたい歌いたいって言ってくださる歌で、またお店のテーマソングなどにもなんかしたいなって言ってくださるんで、招き猫なので、はい、ですよね。それではあけみお姉様、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、私は愛媛県は宇和島を歌いました歌で、さんさ恋しやという歌と、カップリングの鴨川しぐれ、どうぞ2曲続けて聴いてください。お願いします。ふるさと捨てた窓に夕日の予算線、しゃあないね、しゃあないね、帰れないけど、しゃーないね。瀬戸の宇和島、あの人と泣いて別れた風の中、さんさ恋しや、もうがりぶえ。の酒に浮かぶ遥かな城下町、しゃあないね、しゃあないね、呼んでみたってる言葉も届かない、さんさ恋しい
命とついてきて結ぶすべない認識及び忍び夢も濡れます鴨川しぐれ差し掛ける傘は未練の恋茶の目想い濡れます鴨川しぐれ。ありがとうございました。四国の歌と鴨川だから京都、京都ですよね。はい、やっぱり京都はね、はい、ずっと曲いただきたいところだったんですよ。一曲も京都の歌がなくって、はい、だからもうこの曲はもう心込めて歌って。染みました。京都ありがとうございました。ではパクソンソンさんオリジナルの曲2曲よろしくお願いいたします。カップリング時を止めてと、はい、タイトル曲心の鍵聞いてください。お願いいたします。残したぬくもりが私の胸に漂うの、いつまで変わらぬ優しさくれますか。時を止めて昔に戻
人で交わして暮らせよ。幸せ揺れる時でした。届かぬ愛だと分かってたかれるの。時を止めて別れば近づく。ドアを閉める音辛いけど、それでもいいの。夢で会える心裏腹では。
がすごい好き、うん、ララララララ鍵をかけてよ。あー鍵かけてですか、うんうん、鍵かけてほしいな誰か暴れないようにそれ檻違うそうそうそう檻から出たいから一生懸命歌ってるんだけどねかけてもらえないですよまだ大丈夫今日なんかセクシーだからきっと嬉しいですね誰か現れると思います。ありがとうございます長かったら柴田さんのせいですよ加盟して京子姉さん、はい、はい、ありがとうございます。私はオリジナル明日に生きると女の方の歌わせていただきます。あの明日に生きるはね、はい、もうとってもあの歌う私自身も元気になりますし、うんはい、もう歌詞がねあの悔しくってもぐっと我慢してこう、うん、耐えて希望を持って生きていきたいっていうそういう歌なので皆さん応援歌でございます。聴いてください。一つ越えればまた一つ右に左にさまよいながら焦らずせかさず命が枯れるまで明日を信じて生きようじゃないか。こらえる重ね着を羽織ると虚しく心が寒いくじけず昼まず踏ん張って幸せ探しに綺麗に命が枯れるまで可愛いお前と生きようじゃないか。
死ぬほど愛してよ、もっと強く抱きしめて、命ある限りあなたに尽くしたい。熱い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 、その手で触れてください。冷たく震えるこの体、あなたのぬくもり恋しがる。こんなに幸せよ、いいの一人よがりでも離れられないの。明日はいらないの。燃えて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 、この身を灰にさせてよ。恋して憎んで追いかけて、女の炎が燃え上がる。それではですね、はい、今回大トリで平成の坂本龍馬さん、大林浩司さんに歌っていただきたいと思います。いつもなんか紹介してくれるとき平成の坂本龍馬って言ってくれてるのに、はい、僕オリジナルの走れ龍馬っていう曲を一回も歌ってないんで、今日はその走れ龍馬、はい、それと今頑張ってます風花で続けて聴いてください。お願いします。春節ふもとは桜、国の境はニラナと、いいよじ吹く風、ほうほううち熱い血潮が燃えたぎる。走れ龍馬。日本の夜明け、ひらく道、この国はまこと遅れ中期、前へ進めないかんぜよ。わしか、わしゃ土佐の坂本龍馬中華じゃ。熊とって大津を後に、揺れる肘川下り船、今宵長浜友が待つ。明日は瀬戸内波越えて、走れ龍馬。日本の未来気づく道、
て悔いはないわ、いつか別れても北の街にあなた求め、ネオンに涙にじむ、チラチラ風花まわって人影とだめた窓辺、あなたを胸にうずくまわって、今は愛していたい、あなた、あなた、あなた、もう夜がせかす愛の時間はない、そうよ女は愛のために命かけられる、北の海は冬を急ぎホテルに明かり灯す、さらさら悲しみ埋めて飛び立つ季節の風よ、あなたと夢をついばみながら、今は愛していたい、あなた、あなた、あなた、もう夜が逃げる愛の時間はない、でも全然ここもまたタイプの違う感じで、うん、でも風花、うん、あのすごい好きですね、あの何気ないんですけど何回も聴いていくうちになんか癖になっていくみたいなタイプだと思うんです、だから一回でも多く皆さんに聴いていただきたいなと、うん、思いますね、はい、ありがとうございました。今回もなんとなくダラダラな感じではございましたけれども、お時間の方がやってまいりました。そろそろですね、皆さんに今後の予定をお聞きしたいんですけれども、じゃあ林田さんからお願いしていいですか。はい、私はですね、はい、まあ秋口になるかと思うんですけれども、ちょっとディナーショーの方を、まあ、予定しておりまして、まだ決まっておりませんので、はい、告知はできないんですけれども、はい、でそしてですね、まあ、各市町村の方に公演、おしゃべりの公演がありますよね、はい、でそのおしゃべりの公演と歌謡ショーのセットで行かせていただく、うん、ということで、うん、はい、はい、頑張らせていただきますので、またどこかでお会いしたときは声をかけてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。林田舞子さんでした。それでは伊藤忠さん。はい、はい、私はね、はい、まあ、泉の方でね、はい、いろんな活動をやってます。はい、キャンペーンもやっておりますので頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、大林浩司さん。そうですね、4月ですんで、はい、4月28日の日に、はい、奈良健康ランドで、はい、大林浩司ワンマンライブ、12時からと6時から2回ステージで、歌わせていただきます、はい、どうぞご来場ください。はい、ありがとうございました。生駒直子さん。はい、私は5月いっぱい、はい、日本行動さんのお芝居の方で、全国各地を回らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。頑張ってください。はい、ありがとうございました。それではパクソンソンさん。ラジオ関西でレギュラーやってます。あとは4月6日サンテレビ、はい、あとは松山愛媛でキャンペーンやって
でキャンペーン回るつもりなんですので、皆様見に来てください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは佐久間美香さんお願いします。はい、佐久間美香の講演会のひまわり会というのがございまして、それの懇親会が7月の10日日曜日、正午からを予定しております。もしね、よろしかったらそちらの方に来ていただきまして、私の本物を見ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは塩野香織さん。はい、4月はですね、塩野香織の定期ライブがございます。2ヶ月に一度のライブでございまして、4月の25日でございます。月曜日夜の7時から梅田にあります梅田赤荘というライブハウスですので、ぜひ、お越しいただければと思います。その他にもいろいろな、全国各地走り回っておりますので、ブログなどをチェックしていただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは水沢明美さん。はい、私はあの5月の11日に、新曲が発売になります、はい、あの鳥取県は、はい、あの貝殻節という民謡をちょっと入れまして、はい、久しぶりに民謡をちょっと入れてみました、うん、稲葉情け歌という夫婦演歌です、うん、はい、でカップリングがですね、なにわ演歌になってまして、とってもあの、リズム感のあるものなんですけど、うん、800矢橋女節という歌が発売になります。5月の11日です。で、5月の21日には伊丹ホールで、うん、新曲 の、 あの歌「心絆」でライブをさせていただきまして、渥美二郎さんにゲストで、おいでいただきます。それから浜村淳さんにまた司会を昨年に続いてしていただくつもりです。ぜひおいでください。5月の21日でございます。お待ちしております。ありがとうございました。川谷京子さん。はい、ありがとうございます、はい。5月はですね、5日に歌吉さん、はい、京都にありますね、はい、歌吉さんでキャンペーンをさせていただきます。その後はあの東海地方の方で三河安城、名古屋のちょっと向こうなんですが三河安城、そして、関山寺の方キャンペーンで回らせていただきます。川谷京子見たら京子ちゃん、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。京子ちゃん、京子ちゃん、はい、皆さん声をかけていただきたいと思います。シュガーはですね、4月の23日にですね、はい、フットロックベアーズという心斎橋にあるライブハウスで、うん、普段やってます昭和ロックスというロックバンドの方で、うん、ライブをやらせていただきたいと思います、うん、18時会場、19時開演で、うん、入場いくらだったか忘れました。でそれとですね、毎週金曜日にですね、大阪にあります、うん、老舗のキャバレー、うん、キャバレーさんというところでですね、うん、あの歌謡ショーをやっておりますので、ぜひぜひ皆さんあの、うん、ちょっとこう飲みながらですね、かわいいシュガーを見ていただきたいと思います、うん、そして4月の25日月曜日にですね、はい、道頓堀角座の方に出演させていただいております。その日はですね、大林浩司さんも、はい、はい、いますので、はい、あのもしかしたら悪女悪女悪女の部分を生声で歌っていただけるかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっと稽古しておきますということで、今回もなんとなく楽しく大丈夫でした皆さん、はい、僕ね最後にね、はい、うん、日本で桜が一番綺麗なところが分かった。どうですか？このカラオケ街歩きのスタジオ。スタジオ、素晴らしい。最後花が咲きました。花が満開。あー、どうもありがとうございます。僕ら枝ぐらいで。やるな、ね。それでは改めましてゲストの皆さんを紹介していきたいと思います。タクソーソーさんです。ありがとうございました。佐久間美香さんです。ありがとうございました。塩野香織さんです。ありがとうございました。水沢明美さんです。はい、これからも応援してくださいね。林田舞子さんです。はい、どうもありがとうございました。伊藤忠さんです。どうもありがとうございました。大林浩司さんです。風に気をつけてください。ありがとうございました。生駒奈子さんです。ありがとうございました。そして川谷京子さんです。ありがとうございました。そして私、総合司会のシュガーでした。ありがとうございました。アウェイナホテル大阪からお届けしました。次回もお楽しみください。さよなら、さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
はい、こんばんは。今日は八尾市の、山本新町のあかりさんに来ております。今から、突撃いたします。はい、皆さんこんばんは。カラオケ突撃隊です。こんばんは。こんばんは。いつも来てはるんですか？いや、たまに大梨市町会ですから。今日はお歌も歌うんですか？歌います。あ、そうですか、うん、今日はおビールですか？あ、そうです。いつもおビール飲む。これママさんが、友達なんです。ママさん友達ですか？あ、今日ね、突然で、まあ、ママさんのね、人気でいつもいっぱいと思います。あ、おっしゃる通りです、ね、今日はね、突撃に来たんですけれども、はいはいはい、このお客さんの中で、はいはい、お一人、はい、ちょっとお歌を披露していただきたいと思うんですけど、わ、はい、かりました。よろしいです、はい、お名前は？お名前は林です。林さん、はい、何を歌ってくれますか？森進一のそれは恋。あ、朝霧の深い道から八尾のバスへのあかりでございます。おじいちゃまおばあちゃまと楽しくやってます。また皆様よろしかったらいらしてくださいませ。楽しいお店ですけど、よろしくお願いします。また皆さん来てください。さよなら。お魚も魚介類美味しいです。はい、やつきが美味しいです。